皆様こんにちは。11月の30日午後12時5分を回ったところでございます。ビットマン TV のお時間でございます。このチャンネルではですね、仮想通貨関連の最新重要ニュースや、あとはチャート分析を通しまして、皆様の資産を10倍、100倍、1000倍にするようなお手伝いをさせていただきたいと思っておりますので、ぜひともチャンネル登録よろしくお願いいたします。はーい、それではですね、本日、月の終わりでございますね。11月ラスト日でございます。火曜日の第1部のね、配信を行っていきたいと思いますけれども、私はこの配信収録がね、終わり次第仕事に行きまして、今日はまあ、ちょっと短めのね、仕事になりますから、タカタカッとこうね、こなして、行きまして、まあ、家族でね、ちょっとこう温泉に行こうかいなという話が昨日上がっておりましたので、温泉にバチッとね体を疲らして、やっぱり11月のね全ての疲れをバーンとね取っていきたいというふうに思っております。11月はね本当にいろんなことがありましたよ皆様。やっぱりねビットマン TV、というチャンネル、としては大きな節目、1万名様をね、突破した日が11月の18日で、ございますので、私の人生においてもね、ものすごくね重要な月、重要な日、重要な曜日、木曜日になりましたね。ですからまあそういったね、いろいろこうビットマン TV としてもものすごくね、わちゃ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 、まあある意味忙しかったね、月でもございますので、その疲れを今日のラストの日にね、ちょっと取っていこうかなという感じ。そして明日からとうとう12月なんと2021年が最後の月ですよ皆様。めちゃくちゃ早かったですね本当にね。今年のまあいわゆる今年2021年のね初め、まあつまり1月とか2月ぐらいから入った方、仮想通貨業界にね初めて入られた方もたくさんいるんじゃないかなというふうに私思っておりますし、まあ去年の年末ぐらいからね、こちら仮想通貨業界にね入った方もいるんじゃないかなというふうに思いますけれども、もうあそこから1年経ちますからね、ほぼ、1年経つんですよ。めちゃくちゃこれね、私配信の中でもちらほら言いますけれども、めちゃくちゃ早かったと思いますよ。私自身ももう今までね仮想通貨業界ずっといますけれども、こんなに早くねあの月日が流れた年はなんかなかったかなと今まで振り返ってみても。ですから、今月、まあ今月というかね、11月はもう今日で終わりますけれども、まあ来月ですよね。12月にね、本当に最後の最後もでっかいね、花火をね、打ち上げてほしい。ビットコイン様には、キング様には、やっぱり仮想通貨業界は、キング様がやっぱり盛り上がってもらってなんぼというところがありますから、ここはもうとにかくね、いいでございますか。もう喉が枯れても、もう全てのものが枯れても、とにかく頑張って上がってくれという形でね、応援をしたい次第でございますので、皆様もぜひとも一緒にでございますね。もう車から飛び降りる準備をしながらね、毎回毎回運転をしていきましょう。よろしくお願いいたします。わかりますよね。これもし10万ドルバチーって言ったら、とにかくいいでございますか。ニュースが多分ものすごいことになると思います。何か、これ真面目に言っておりますよ。多分でございますけどね、いいですか？走っている車からパーンって飛び降りて、わかりますよね？その瞬間にその車は最新鋭の自動運転車になっているわけでございます。で、ゴラゴラゴラってね、その人が転がって息のパチってね、着地して、さらにそこからクラウチングスタートをかましていくというね、そしてその自動運転の車に追いついて、下って乗り込むという、こういう方々が多分ね、アメリカの方とかではものすごく増えてくると思うんですよ。私は、そういう風に思っておる。で、その飛び降りる瞬間には間違いなく人差し指が上に上がってると思いますので、ここはね、ぜひともやっぱり注目をしておきたい。月に当然皆様入っていきますので、こっからテンションを盛り上げていきましょう。こっから崩してほしくないということでね、やっぱりここまで盛り上がってきたので、最後の最後、クジラ様が一斉に帰れーみたいな形でね、大口開けてバカーって言ってくれたらもう最高でございますけれどもね、こっからだから10万ドルと言ったらもう2倍ないんですよ。2倍ないの。1.2 倍ないのって、ごめんなさいね、ため子になってしまいました。興奮してしまうと私ため子になってしまうわけでございますけれども、1.89 倍ぐらいでございましょう。ですから、現実的にないとは言い切れないので、1ヶ月間、2週間、いや、10日あれば、ものすごくね、仮想通貨の様子は変わってるっていうふうには私思っております。2週間あれば、時間は十分。そこに、個人投資家の方たちのね、FOMO が相重なれば、多分ね、一気にバチーってぶち上がってくると思うんでございますよね。まあほら、下がってくるのは結構1万ドル幅でブリーって下がってきたりもしますけれども、なかなかほら、1万ドル以上の幅でガーンってね、まあいわゆるムーンってやつですよね。ビットコインのムーンが見たいですよね、やっぱりね。やっぱり見たいと思います。まあ、その前にでございますよ。私どもだけで、ムーンを起こしてみませんか。どういったことなのか。お前もよく言ってる意味がわかんねえと。こういうことです。今、皆様に、見ていただいているのが宝くじマン TV、 つなぎが下手くそすぎて申し訳ございません。申し訳ございません。宝くじマン TV でございます。今日はなんと皆様に前々からお伝えをしておりました最強日です。何の宝くじのです。はい。当然でございますけど、大安でございましょうか今日は。11月30日まだ行きますよ。あと3日間あります。12月3日、12月4日、そしてラストの当たる日は12月
22日でございます。皆様、最強日の4日のうちの一つ、今日がその日でございますので、ぜひともね、宝くじマン TV に一緒にご参加をしていただければ、どういったことなのか。これは、共同購入と言われるやつですね。共同購入グループを、私、ビットマン TV、主導はソウルマンがね、作って、くれているんでございますけれども、一応ね、共同購入の部屋の名前は私の名前でやらさせていただいております。押しましょう。いきます。こちら、ブチッと押します。来ました、皆様。なんと、180名様に加わっていただきました。本当にありがとうございます。もうすぐ2000枚ですよ皆様。あと24日あります。最強日のうちの一つが今日でございますので、ここで乗らなければ、今ね配信を聞いていただいている方でちょっと気になっている方もいると思うんですよ。ここで乗って、乗らないのと乗るの、乗らなくてね、もし当たったら、いやもしじゃないです、ごめんなさい、当たります。もう行きます。もう先に、もういいですか、もう先にお伝えさせてください。180名様おめでとうございます。おめでとう、私も入ってますから。いや179名様本当におめでとうございます。おめでとうございます。はい、大当たりおめでとうございます。そういうことでございます。もう先走っておりますけれども、ダブルパンティもね、まだ参加をしていない状況に、あ、ごめんなさい、間違えました。はい、あのメンタルマネージャー元い、ダブルパンティでございます。ダブルパンティが、本名でございますので、ダブルパンティもまだね、参加をしていない状況になっておりますので、ここは確実にね、やらせないとダメでしょ。ダメですよね、そこは分かっておりますので大丈夫でございます。私が必ず買わせますから、もうここは買わせます。ここはね、よろしくお願いいたします。ですから、もしね、ここ、宝くじマン TV、あ、そんなのあるんだって気になった方がいるんであれば、ぜひともね、私のツイッターの上の方にも貼ってます。はい、貼り直しました。はい、この固定の下ですね、固定はビットゲットさんのところなんでございますけども、その下、はい、もうここに、すぐバチッとね、貼りましたので、もし気になる方がいるんであれば押していただいて、ここね、マイページを作らないといけないです。ですけれども、仮想通貨業界でね、取引所とかを多分作っていると思うので、もうめちゃめちゃ簡単でございます。はい、3分もないぐらいかな、3分ぐらいあれば普通に作れると思いますので、でここでね、アカウントを作っていただいて、ここ下の方にグループに参加するというところがございますので、ここをもうとにかく皆様の大事なでございます。もう大事な、指のお筋肉を使っていただいて、バチッと、ね、押していただければ、もうね、Go to Heaven でございます。もう Go to Heaven 間違いなしでございますので、ここはよろしくお願いいたします。本当にお前は本当に毎回よう喋るなと、当たり前でございます。だって、当たるんですから。よろしくお願い。ここはもうね、当たるところに乗らない。ということはどういうことなのかということを、私がここね、文章で、つら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 、つまりというふうに書いておりますので、ここを読んでいただければ、あ、そういうことなんだっていうのがね、わかると思いますので、ぜひともよろしくお願いいたします。もう今は、もうすぐ2000枚いきますよ。もうすぐ。今日もう背中ポンって押したらもう2000枚パーンって多分いくと思うので、ここはやっぱり1万枚突破していきたいです。あと24日ございます。まだまだ24日ございますので、やっぱりここはね、皆様と一緒に楽しみたいビットマン TV でございますので、ぜひともよろしくお願いいたします。はい。そして行きましょう。今日のご案内は以上となります。そして、今日の重要ニュースは、オミッツマングローブ様ございます。オミッツマングローブ様です。で、ここの中でね、新しい通貨がまた一つ。はい。来ました。バイナンスへの上場通貨がお一つございます。はい。どこで扱っているのかは後で言いますので、まだこの配信がある頃にはまだ多分上場してないと思いますから、OK ですか？パリッとね、早めにちょっと流していきますね。そして、チャート分析ちょっと少なめでいきましょう。ビットコイン、イーサリアム、そしてリップルですね、リップル。そして、コテがコッティーンしてないんですけども、コテを見ていきましょう。はい。そして、最後を締めくるのは、砂、サンド、サンドでございます。皆様、火曜日の11月30日。最後の日、ビットマン TV の第一部の話、ぜひとも楽しんでご視聴なさってみてください。よろしくお願いいたします。レッグ、お願いいたします。いきまーす。はい、まずは、ごめんなさいね。ちょっとね、月終わりでいろいろニュースがね、ありますので、これ言いましたけども、11月中にね、ちょっとやっていきたいなっていうふうに思っていたんですけど、エリちゃんのね、NFT の売り場であるとか、ああいったところも、一応、今週中ということで、ちょっと伸ばさせてください。よろしくお願いします。月終わり、月中ちょっとね、ニュース系が流れて、バリバリって流れてきておりますので、ちょっとここはね、ご了承くださいということで、必ずやりますので、よろしくお願いいたします。今週中でございますね。よろしくお願いします。そして、ごめんなさい、昨日の第2部でも言いましたけれども、シールね、ビットマン TV シールを、これも今週中に必ず、皆様の元に、配送する手続きをね、いたしますので、ここもね、もう、どうでございます。来週中には必ず作るような形には、段取りいたしますので、ここもね、よろしくお願いいたします。楽しみにお待ちください。はい、で、行きましょう。早速今日のニュース、こちら、まずは、ジャック・ドーシーさんがね、ツイッターの CEO を退任したということで、ちょっと嫌なニュースが流れてきておりますね。やっぱりこの方は、ビットコインをね、押しまくっていただいていた方でございます。ございますので、やっぱりツイッターの方にもね、あちらでございますよ、ビットコインの、ちょっとごめんなさい、もう一回戻りますけれども、ここです。行きましょう。一番ね、いいでございますか、皆様。私、久々に言います。このビットマン TV の、
ツイッターの中の上の方の変更ってありますよね。この左にお札のマークがあると思うんでございますけれども、ここをブリッとね、押していただければ、実はね、チップが送れるような状況になっております。ビットコインで、ビットコインで送れる状況になっておりますので、もしよろしければ、私、ビットマン TV ね、チップなどをいただければ、ものすごーく、ものすごーく気分がよーくなりますので、よろしくお願いいたします。欲張ってきました。ごめんなさい。はい。ツイッターの方にチップの投げ銭機能がついておりますので、ここをね、ブリーと押していただければ、ものすごく私も嬉しい限りでございますので、もしよろしければ、ビットコインなんでございますけれども、ティップなどをね、いただければ大変嬉しい限りでございますので、ぜひとも、よろしくお願いいたします。ごめんなさいね。欲張りまくっております。すいません。行きましょう。はい。ツイッターの創業者兼 CEO のジャック・ドーシー氏が29日、はい。同社の CEO をね、退任したと。で、真の新しい CEO には、最高技術責任者の、パラグ・アグラワル氏が就任をしたということですね。で、ドーシー、今日の朝の日本のニュースでも流れてましたね。うん。で、ドーシー氏は、2022年半ばまで取締役として同社には留まるということでございます。で、行きましょうか。ドーシー氏は、辞任をね、記した、社内メールをツイッターに投稿。で、同社が創業者から脱却するとの、することの重要性を述べたと。で、同氏氏の今後の計画はまだ発表されていないということですね。で、同氏は8月、自身が CEO を務める大手決済スクエアは、大手決済のね、決済大手、ごめんなさい、決済大手スクエアは、分散型ビットコイン取引所の構築を計画していると発表。スクエアは先日、計画の詳細を記したホワイトペーパーを公開したということですね。で、ドーシー氏は、ビットコイン推進派として知られており、ツイッターとスクエアの双方で、ビットコインに関連する取り組みをね、進めてきたと。で、本日早く、ドーシー氏が退任の見込みとの報道を受けて、同社の株価は 11% 上昇。はい。その後、ニューヨーク証券取引所は取引を停止したということですね。で、同氏は上場会社2社の CEO を務めることで、一部の投資家から批判を受けていたと。で、取引は協定世界時間、はい、11月29日、15時56分に再開をされましたということで、まあ、同氏氏がね、退任をするニュースが上がってきております。ということで、一応ね、お耳の奥にパチリと収納をしておいてください。はい。次行きましょう。次はね、またまた大きいニュースが流れてきておりますよ。行きまーす。はーい。マイクロストラテジー来ましたね。マイクロストラテジーが7000ビットコイン。これやばすぎません、マジで。まあ、いや、だってエルサルバドルとかが400とかね、100何歩とかいうビットコインを買ってるんですよ。もうね、一つの会社が一つの国よりももう10倍以上のね、コインを買っているというこの凄さ。この凄さというかやばいでしょ、この量は。うん。7000 BTC のビットコインを買い増ししたということですね。で、行きましょう。2ヶ月ぶりの買い増し。はい。アメリカの上場企業として最多の暗号資産ビットコインを保有するマイクロストラテジー社は29日、ビットコインの買い増しを発表したと。で、2ヶ月ぶりの買い増しだということですね。で、マイケル・セイラー CEO の発表によれば、いいですか、約470億円の資金で 7002BTC を購入と。ほうほうほう、400億円以上ですよ。 4億ドルですからね。で、今回の買い増しの平均取得単価は 1BTC あたり、ほう、結構高いところ、59,187ドルだったということですね。で、これにより保有のビットコインは12万 BTC を超えたということで、ものすごいもうイストリゲームの勝者にやっぱりなりつつあるということでございましょうね。で、同社が前回買い増しを報告したのは9月の13日で約 5050BTC を購入。それよりももう爆発的に多い量ですよね。で、また10月末に実施された第3クォーター決済説明会で、今後もビットコインの買い増しを続けていく方針を示したということで、やっぱりこれはね、59,000ドルが一応買い増しをした金額で、平均取得単価が多分ね29,000ドルぐらいになっているんじゃないかなっていう感じ。そのニュースもちょっと上がってました。平均取得単価が29,000ドル付近になっておりますから、まあちょっとね、金額がガッと上がってきたんでございましょうけれども、やっぱりこうね、この59,000ドルという高い値打ちで購入していくということは、まあ何かしらのまあ意味が当然あるんじゃないかなと。押し目を待つことなくガチッと入れてきましたからね、ここは何かのサインなのかなというふうにも思いますし、ちょっと注目をねしておいてほしいニュースでございましょう。よろしくお願いいたします。はい。そして、あ、書いてますね、書いてます。あ、ここ書いてます。一応日本語では書いてないんですけど、ここですよね。29,534ドルで一応平均取得単価なってますよというふうに書いてますよね。ですから、ここの値打ち3万ドルというところは一応一つの指標になるんじゃないかなと。マイクロストラテジーの平均取得単価値打ちでございますのでね、ここも一応お耳の奥にパチリと、収納をしておいてください。はい。次行きます。次はこちら、サクサク行きましょうかね。行きます。はい。バイナンス様が仮想通貨銘柄の新規取扱いを発表ということで、いいニュースがねまたまた流れてきておりますよ。行きましょう。先ほど出てきたニュース、これなんですかね、アルケミックスでいいんですかね。アルケミーはありますけれども、アルケミックスでいいのかな。 ALCX で、どこで扱っているのか言います。言いますからね。行きますよ。暗
号資産取引所バイナンスは30日、ディファイ関連銘柄の新規上場発表と。で、上場対象の銘柄はアルケミックス ALCX という通貨でございます。で、日本時間のさ今日ですよね、15時に取引開始する予定だから、開始されたらバーンってね、金額跳ね上がる可能性もありますから、ちょっとね、注目をしておいていいかも。で、このニュースが流れてきた時に私も一応ね、ちょっと短期的に上がるかもなと思って、ちょっとパッと入れました。まあ下がってきたらね、ちょっとどうしようかって、決着をもうつけていくか、買い増しをしてね、反発を狙って、ちょっと見ておいてもいいかなというふうに思いますけども、下がってきたらね、一応後でどこで扱っているか言います。で、取引ペアについては、ビットコイン建て、BUSD 建て、そして USDT 建てとして提供をしますと。で、アルケミックスは、分散型金融プロトコルでいいですか、自動返済式のローンを提供し、ALUSD という独自のステーブルコインも発行と。で、ALCX はアルケミックスのガバナンストークンで、ステーキングや流動性マイニングで得ることができますと。で、現在の預け入れ総額は930億円をね、超えているということで、ここニュースに上がってきております。で、いきますよ。ですね、一応チャートだけは見ておきましょうか、先に。先にちょっと見ておきましょう。今、ALCX こういった形になっております。ちょっと分かりづらい、雲があって分かりづらいですけど、今ね、頭を雲の上端地で押されている状況になっておりまして、4時間足レベルですよ。で、これ今どこの取引所を見ているかと言いますと、コインベースですね。コインベースには取り扱いがありまして、今回だから世界の大手取引所バイナンスで取り扱いがありますよという流れになっておりますよね。で、今4時間足レベルの雲の上端地でぎゅうぎゅうに抑えられているところなので、ここがね、あと33分後に確定してくれれば、ぐりっとね、あちらバイナンスへの上場という期待感も込められてバーンと上がってくる可能性もありますから、ちょっと短期的な仕込みとしてもいいかもねっていう感じがします。まあ上場後からどうでしょう、ある程度底付近というかね、そこまでバーンと勝ち上げがなく、ずーっと同じ年中推移しているような形になってますからまあ一つね、購入は短期的に見てもありなんじゃないかなという感じはいたしております。で、コインベースじゃなくてね、他の取引所はどこで扱っているのか言いますよ。行きましょう。まず1つ目、3つありました。私が普段使っているところが、左上からバイナンス、そしてバイビットさん、そしてゲート .io 右上の、そして真ん中の段の左からビットルート、真ん中ビットゲットさんですよね。この5つの取引所を私使ってるんですよ。で、ここはまあね、はっきり言いますよ、おすすめでございます、どこの取引所も。私ビットマン TV、 ステルスマーケティングとかではなくて、普通に使ってます。バイビットさんとビットゲットさんに関しては、FX 関係を使ってます。で、他の3つに関しては基本的には現物取引をしている感じ。まあバイナンスはね、現物もそうですし、先物関係もね、まあ前はやっていたんですけど、今はちょっとあまりやっていないということ。バイビットさんとビットゲットさんが多いかなという感じで、ごめんなさい、今の AL ですから、もし海外取引所作ってらっしゃらない方がいるんであれば、今私が申し上げました5つの取引所、現物であればバイナンス、ゲート .io、ビットル、そして FX 関係をちょっとやってみたいなという方がいるであれば、バイビットさんとビットゲットさんがかなり使いやすくはなってますので、ここね、お二つ紹介しておきますので、ぜひともリンクをね、ご活用いただければ、ものすごくね、口がもうこれ以上に滑らかになりますので、よろしくお願いいたします。はい、もう何遍も言っておりますけれども、アフィリエイトでございます。別に隠す必要もないかなというふうに思いますので、もしね、よろしければ、ビットマン TV、 これ何遍も言っておりますけれども、こちら私はね、このチャンネル含めてメンバーみたいなものはね、もう今後作ることはもう毛頭ございません。ですから、もう完全無料でね、稼げる情報をゲットしていただきたいというふうに思っておりますし、あとはパイナポー TV ですよね。テレグラムの方のオープンチャット、パイナポー TV、そして、トレード部屋の精神と時の部屋、あとは偉大なる航路へ。精神と時の部屋は大会用の部屋です。で、偉大なる航路へが、普段のトレード部屋になってます。で、パイナポー TV がメイン部屋ですね。そして女性の方には必見、ピンクパイナポーという部屋があります。そして、ビットゲットさんに入られた方には特に重宝されるんじゃないかなという、パイナポービットゲット分室っていうのがあるんですよ。ビットゲットさん専用のお部屋があります。今もうね、300名様ぐらいが参加をしていただいておりますので、ビットゲットさんはね、コピートレードが結構ね、売りな取引所にもなってます。 FX も当然そうですけれども、ですから入りたての方とかであれば、 FX 初めてやりますよという方であれば、コピートレードとかね、ある程度ご自身のトレードの幅を広げる意味合いも含めて、結構ね、ちょっとやってみてもいいんじゃないかなというふうに思いますので、このね、コピートレードとか、わからないことはね、ここで聞いていただければと。一応コピートレードとか FX のやり方に関しては、私の再生リストの方に初めての方へという再生リストがありますから、その中にバイビットさんとビットゲットさんのね、やり方、FX とかコピートレードのやり方もう動画として作っておりますので、そちらを見ていただければもう 99% できます。はい、できますから、そこを見ていただいて取引をしていただければなというふうに思いますので、よろしくお願いしますよ。で、ビットゲットさんに関してはビットゲットさん専用のお部屋があります。ビットゲット分室っていうのがありますから、ここ。そして最後はね、まあエンタメ系の、まあ仮想通貨系の話はあんまりしないところ、ガハハハハチャンネルというところがあります。6つあります。はい、ですから一応ね、ここ、
あちらですよ、ビットマン TV のいわゆるテレグラムの補助戦艦という形でございましょうか。テレグラムのパイナポー TV というメインチャンネルと残りの5つの部屋がございますので、パイナポー TV は説明欄の下の方にリンク貼ってますから、うん、パイナポー TV 下の方に貼ってます。説明欄の下に、リンクを貼っておりますので、テレグラムをダウンロードしていただいて、グリッとそのね、リンクを押していただければ参加ができます。今1680名様ぐらいが、参加をしていただいている形になりますので、ぜひともねご参加お待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。そちらも無料でございますから、先ほども言いましたように、有料ものはね全然ございませんので、その代わりと言ってはなんでございますけれども、こちらのね取引所を開設していただいて、取引をねしていただけば嬉しい限りでございますので、申し訳ございません、よろしくお願いいたします。はい。で、先ほど言いましたように、パイナポー TV 以外のね5つの部屋は一応招待制になってますから、どこどこに入りたいんですけどというふうに言っていただければ、招待が届きます。それぞれの部屋の管理人様からね招待が届くようになっておりますので、ここはねよろしくお願いいたします。今日の今朝方もビットゲットさんの分室に入りたいんですよねってい う連絡が入ってましたよね。私の方にもこちゃんにも来てました。うん、ツイッターの方にね。あ、違うかな。テレグラムの方の個別チャットで来てましたけれども、私の方ではなくて、パイナポー TV の方に言っていただければ案内届きますからね。ここはよろしくお願いいたします。まあ、私の方でもよろしいのでね。一応いただければ、一応そちらを伝えますので、パイナポー TV の方で言っていただけますかというふうにお伝えしますので、ここはね、よろしくお願いいたします。はい。そしたら、本日の重要ニュースは以上となります。で、こういった形ね、ALCX が上場をバイナンスに3時、15時、日本時間の本日15時にしますので、ちょっと仕込みでも面白いかなと。あ、で、ごめんなさい、ごめんなさい。で、ごめんなさい。取り扱っているところが、ごめんなさいね。そこは忘れておりました。うん。ゲート.io、そしてここビットゲットさんの現物でも扱ってますよ。うん、ビットゲットさんでも扱ってます。うん、最近ねビットゲットさんもバイビットさんも、FX だけじゃなくて現物の取り扱いがものすごいです。ですから来年にかけてビッグウェーブが来るかもしれませんよ。うん、ビッグウェーブが来るかもねっていうのは一応ちょっと頭の片隅にパチリと入れておいてくださいよ。 OK ですか。今からもしかしたらというか確実にですよね、現物の取扱い数はかなり増やしてくると思いますので、ここはねちょっと本当に期待が持てる取引所に、やっぱり FX 関係今まではバイビットさん、ビットゲットさんだったんですけど、現物取り扱いも多くなってね、より使いやすくなる取引所になるんじゃないかなと。だから、バイビットさんとかビットゲットさんで、FX 稼いでもそのまんま他の取引所に移すことなくもそこでね、解決できますので、もう現物の方が購入できますので、これはいい流れになっているんじゃないかなというふうに思います。ある意味オールマイティな取引所になりつつあるのが、まあビットゲットさん結構それに近くなってくるんじゃないかなという感じもねいたしますけれども、まあ取引所通貨の BGB を使った何かしらの仕掛けをね行えば、よりね大きな取引所に、だってほら取引所通貨が大きくなってくれば、うん、やっぱり取引所自体も大きいということでございますので、やっぱりここはね来年に向けてまたまた頑張っていってほしいなというふうに思っておりますよね。でこのビットゲットさん、そして、3つ目、ビットルーさん、ここでも扱ってます。ビットルーでも扱っておりますので、この3つの取引所で、購入が今の段階では普通にできますから、一応ここはね要チェックでお願いします。 gate.io、 ビットゲットさん、そしてビットルーですね。この3つで扱ってってますから、 ALCX、うん、ここはね要注目でお願いいたします。はい。そしたら本日の重要ニュースは以上となります。そしてそしていきましょう。もうこの流れでいきますね。本日のチャート分析、パパプーパパプーパパプー、いやお願いいたします、お願いいたします。まずはお一つ目いきましょう。はい、こちら、ビットコインなんでございますけれども、いいですか。ただいまの価格が、57,179ドルを推移しているような形、日本円でいうと653万円ぐらいでしょうか、を動いているということになっておりますね。でこの通貨に関しては日足レベルで見ていきますけれども、もうね月足ももうすぐ確定いたします。明日でも確定するかなと。なるべくならやっぱりね5万8000ドル以上での月足確定をしてくれればね、やっぱりこの青いライン5万8000ドルというのは、まあ、ものすごく重要なラインですから、少なくともこの上でね、ロウソクを、うん、実体部分を残していただくような形で11月はね締めてほしい。その攻防が本日ねまあ明日の朝9時にかけて、あるんじゃないかなというふうに思いますのでちょっと値動きがね激しくなる可能性もありますから、ここは注意をしておいてください。ただ希望としては先ほども言いましたように5万8000ドル以上で、まあ、なるべく実体部分を残していただいて、下髭をなるべく長めにね、終わっていただきたいの、終わっていただきたいのじゃなくて、終わっていただきたいなというふうに、もう喋りすぎてなとのが入れ替わりました。終わっていただきたいなというふうにね思っております。そうすればまあね月足レベルで言うとやっぱりこの、うん、高値をねこれまあ結んだラインなんですよ、4時間足レベルで言うと。でこのライン上をね、クリアした状態で月足がスタートするんじゃないかなと思いますので、ある程度いい形でグッとねグッとね上がってくれる12月になることをねまあ期待したいということでございます。で日足レベルで見るならば、まだね強気相場、強気雲の中にいます
ますので、ちょうど高値を結んだラインを突破してきて、そこと、このやっぱり5万8000ドルというものすごく重要ラインですよね。この間で今ぎゅうぎゅうに押しくらまんじゅう状態になっておりますので、なるべくやっぱりここで抜けていくような流れで、本日さらに11月をね締めくくってほしいというのが、とにかくビットコインにはしてほしいところでございましょう。 OK でございますか。で、あとはマックD線もね右上がりでゴールデンクロスを起こしかけておりますので、ここから上にグッとね上がってくれればね、冷やしレベルでの、ゴールデンクロス完成となって、マックD線下の部分ですよ、青いラインがオレンジのラインを下から上にグリッとね、突破してくれれば、いわゆる強気相場が開始しますよ的なねサインになりやすいということです。OK ですか。 100% ではないですけども、強気相場に突入するんじゃないかという流れのね、が分かる、指標になりますので、ここをねゴールデンクロス発生していただいて、グリッと上がってくれれば、またこれね買いがグッと、より一層入りやすくなってくるんじゃないかなというふうに思いますので、ここはね期待をしていきたいところでございましょう。なるべくならね、この高値を結んだラインを下に割れることなく上にググッと上がってきてほしいところでございましょう。 OK でございますか。で、4時間足レベルでいくと、まだなんとかね耐え切っている状況、耐え切っている状況でございますよ。 OK でございますか。で、短期のねちょっと移動平均線を1時間足レベルで、まあ、ぶっ刺すみたいな感じでね、ちょっと今割れ込んでいるんですけど、なんとかあと21分後にねグッと上がっていただいて、なるべくならやっぱり短期の、移動平均線上でローソク足をね確定するような流れで、各時間帯行っていただきたいのでね、今は1時間足レベルで、短期の移動平均線をクリアしてきてほしいというところでございますね。で、4時間足レベルだとまだねちょっと移動平均線が右下がりになっているので、ちょっと冷やしレベルですね、ごめんなさい、右下がりになってきております。4時間足レベルで行くと、これも一緒ですね。あ、ごめんなさい、さっきのは1時間じゃなくて、ごめんなさい、1時間足レベルで行くと移動平均線が上値を重たくしている、中期そして短期の移動平均線も2つともね上に覆いかぶさっているので、ちょっと上値が重い、ごめんなさいね。で、4時間足レベルですね、ごめんなさい、4時間足レベルでこの値値、あと20分ぐらいなんですけど、5万7400ドル以上でねちょっと確定をしていただいてほしいなというところがね一応希望でございますけども、まだなんとか、高値をね結んだラインでサポートが今入っているような状況ですから、やっぱりここは逆三尊がねこう意識されて作られてくる流れとシナリオも今後ありますので、一旦今落ち着いてきてますけども、ここから上にねぐぐーっと持ち上がってくれれば、逆三尊この高値を結んだラインでのネックラインがまたこれ意識されて抜けていけば強い上昇が待っているんじゃないかなと。ですからドルベースでいくとやっぱり5万9500から600ドル付近ですよね。ここを抜けてくれば強さがビットコインとしては出てくるんじゃないかなというふうに思いますので、ここはねよろしくお願いいたします。 OK ですか。5万9600ドルとかであれば、もうちょうどこの日足の雲を上にブレイクした時らへんがちょうど4時間足レベルでも、ここですよね、逆三尊、ごめんなさい、逆三尊ですね、三角持ち上げていましたかね、逆三尊成立という形になって、5万9600ドルをゴングとしてカーンとなってブレイク上がっていく可能性がねこれありますので、そこに対する期待感をね持っていきたいところでございましょう。今とにかく5万8000ドルでの攻防抜けていけばいいですか。5万8000ドルちゃんと実践としてつけてくれれば5万9600ドルチャレンジにねやっぱり再度入っていくんじゃないかなというふうに思いますので、そこの期待感は持っていきましょう。はい、次いきます。まあとにかく今高値のライン上にいますので、ここを割れ込まなければまだ上目線、まあ短期的な上目線は、継続していくんじゃないかなというふうに思いますのでね、一応今の値打ちでの反発狙いでの短期並びに FX は仕掛けどころっちゃ仕掛けところで、割れ込んだら即損切りをしていくような形、5万6500ドルぐらいを下に割れ込んでしまうとずるっとまたね落ちてくる可能性があります。この上昇を全てオールクリアするような状況でずるっと落ちてくる可能性がありますので、損切りをしていくのがいいんじゃないかなというふうに感じております。今の値打ちは、ある程度 FX 並びに短期勝負を仕掛けていく方のロングチャンス値打ちにいますよっていうのは、押さえておいてください。チャンスでございます。はい、そして次行きましょう。次はこちら行きましょう、行っちゃいましょう。ビッツコインがキングならイーサリアムはクイーンでございます。キモよろしくお願いいたします。お願いいたします。いきまーす。はーい、イーサリアムなんでございますけれども、ただいまの価格が4419ドル付近、はい、日本円でいくと50万8000円あたりをね推移しているような流れになっております。で、日足レベルで見るとこういった形でございますね、強気雲のね上を推移しているような流れになっておりますので、これはいいですよ。強気相場が今継続中よと雲を見る限りでは。そして下のマックD線も今もうゴールデンクロスを起こしかけておりますので、ちょっと真面目にイーサリアムはチャンス通貨になり得ます。はい、なり得ます。はい、ゴールデンクロスを下のね、マックD線が起こしてくれれば強気相場が始まってグッとね上にさらに上昇していく可能性がありますので、ここは一つ押さえておきましょう。で、日足レベルで行くならばいいですか。ちょうど乗っかってきておりますね。私おそらく皆様に言っていたここですよね、4370ドル付近、ここの上でね、ローソク足を確定してくれれば4628ドルを狙っていくような流れになりますよというふうに言っておったので、今ぐらいでビットコインも一緒ですけれども、
こちらイーサリアムはね、短期並びに FX の方は、この、中期の移動平均線を支えとしてぐっと上をね狙っていく様相が出てくる可能性がありますので、短期並びに FX の方はね勝負のかけどころになっているんじゃないかなというふうに思いますので、ここはねよろしくお願いいたします。1万円あたり200ドルぐらいの上昇が見ていける可能性がありますので、短期的にいくとね、ここは期待をしておきましょう。で、4時間足レベルで見ると、短期のね移動平均線が長期の移動平均線をもう少ししたらゴールデンクロスを起こしてきますから、これもいい形ですよ。ですから今はとにかく言いますよ、ロングチャンスの場所として捉えておいてもいいかなというふうに思っておりますので、ここはよろしくお願いします。で、損切りラインはどこか、このね右上がりの2本の黒いラインがサポートラインとしては機能しておりましたので、このラインに差し掛かった時、での、まあさらなる玉、ごめんなさいね、私の息子の小学校からの案内が来ましたので、どこに通っているかダダ漏れになりましたから、ちょっとごめんなさい、途中で、一旦止めてもう一回再開しますね。ですからイーサリアムに関してはごめんなさいごめんなさい、もしね落ちてきた時はこのライン上がねサポートラインとして聞いておりましたので、このラインをね割れ込んだら、まあ損切りをしていくのがいいかなと。で、もうちょっと粘っていける方が、まあそうですよね、損切りをしていくのがいいんじゃないか、もうちょっと粘っていける方がいるんであれば、この短期の移動、ごめんなさい、中期の移動平均線がねググッと上がってくると思いますので、まあ上がってくるかなと思いますので、やっぱりこのサポートラインとして聞いていた2本を下に割れ込んだら、まあ、損切りをしていくっていうのがねベストなのかなというふうに思いますので、ここはね、意識をしておいてください。よろしくお願いいたします。とにかく今は、ある程度上をグッと狙っていけるような様相になっておりますので、ロングチャンスの値打ちとして押さえておきましょう。ビットコインが崩れない限りね、やっぱり、このラインを支えとして上にグッと上がっていくかなと、ないしはちょっと崩れたとしてもこの2本のねサポートラインをきちんともう一回サポートとして押し目としてグッと上にねまた反発で上がってくる可能性もありますので、そこまで見ておいてもいいかなというふうに思っております。もし割れ込んでしまったら損切りをねしていくのがベストということで押さえておいてください。ごめんなさいね、ちょっと途中で止めましたけれどもうまく繋がっているでしょうか、大丈夫でございましょうかね。よろしくお願いいたします。今は上の4620ドル付近をね狙っていくような流れになっております。はい、次行きます。次はこちら行きます、行っちゃいます。皆様の皆様の大好きアルツのアルツのお時間でございます。私も大好きでございます。いや、お願いいたします。お願いいたします。いきます。はい。リップルなんでございますけれども、ただいまの価格が 0.99 ドル。まあまあまあ、1ドル付近をね、推移しているような流れになっております。で、この通貨に関してはいいでございましょうか。こういった形。まあ、冷やしレベルで見てもね、高値を結んだラインを突破してきて、その上で今ね、きちんと推移をしておりますので、なんとかね、今の値打ちをステイして、少なくともですよ、粘っていただいて、まあ、上をぐっとね、続いていくような流れを見て、見せてほしいということです。で、上というのは、どの金額か。この 1.02 ドルというのが、今のね、あの、リップの壁になっておりますので、ここを突破してきてほしいと。ただ、ちょっとね、これね、日足の雲が、やっぱりちょっと邪魔になってね、またまたここで押される可能性があります。じゃあ、相場感が変わるのはどこなのって話なんですけども、ちょっと雲を消しますよ。ここですね。このライン。はい。この、もともとね、三角持ち合いを、ちょっとこう、下のね、急なラインは引いてないんですけど、まあ、こう、ちょっとイメージしてくださいよ。この急なラインとの間で、三角持ち合いをこういう風に形成しているような流れになっておったんですよ。で、このラインをね、一旦抜けたんですけれども、また押し戻されて戻ってきちゃいましたよね。このオレンジのラインで、押されて。ですから、一つ相場感が変わるのは、やっぱりこの三角持ち合いの上端値を抜けてから。で、今、強気雲が、その値打ちにちょうど被っているんですよね。クロスしている状態。はい、ですからいいですか？右下がりの三角持ち合いのレジスタンスラインと、いいですか？強気雲の上端値がクロスしているところの、ちょっと真下ぐらいにいますので、今実際もね、チャンスなんですよね。抜けていくには絶好の場所。ここら辺ぐらいになってしまうと、抜けても、やっぱり強気雲が邪魔になってしまいますので、また上値を重くするんですよ。ですから、希望としては本当に今日明日あたりでぐっとね、この三角持ち合いの上端値を抜けてくれれば、力強く 1.3 ドルぐらいを目指してもう一回上昇してくるでしょうから、一つね、短期並びに FX 勢はこういった細かい、ところでの、だから頭を押さえつけられるラインが結構細かくあるので、そこが嫌だなと思う方は、金額的にいくとここですよね、雲の上端値、まあ、三角持ち合い上にブレイクした後 1.125 ドル付近でのロングは推奨でございますので、ここは一応意識をしておいてください。今から15、6円ぐらい上がってくれればね、短期並びに FX の勝負のかけどころになるんじゃないかなというふうに思いますので、ここは三角持ち合いをブレイクするというところでもね、力強く 1.3 ドルぐらいをやっぱり目指していくような流れになりますでしょうからね、期待をしていきたいところでございましょう。よろしくお願いいたします。 OK ですか。で、4時間足レベルでも見ていきますけれども、ここね、なんとかやっぱり、この値打ち、高値を結んだラインの値打ちでなんとか粘っていってほしいので、今の値打ちでのステイはねかなり重要になりますから、ここもね、ちょっと頑張っていただきたい。もし割れ込んでしまった場合はいいですか、割れ込んでしまうともう一回 0.94 ドルぐらいまで、やっぱり黄色いラインまで落ちてくる可能性の方が高いので、ここはね注意
しておいてほしい。今だから握ってもね、かなりの小幅になるので、もう結構レバレッジ高めにして枚数かなり多めに仕込む、そしてもうスキャルピング的にパンパンパンって切っていくレベルであれば、もう今日1日ですよ。で、こう決着も1日以内でね、決着させていくようなレベルであれば、ある程度まあロングとして仕掛けていっても超まあ短期ですよね、超短期のいわゆるロングインは推奨でございますけども、結構ね高レバ、枚数を多めに仕込まないといけないので、ちょっと怖いところもあるでしょうから、そういったのが嫌な方はね、やっぱり 1.12 ドルぐらい抜けた後のロングインが推奨でございますので、ここはねよろしくお願いいたします。はい、現物に関しては来年の1月あたりにやっぱり解決してくる、来年ですよね、ごめんなさい、来年10ですね、ごめんなさい、来年10に SEC との問題が解決してくるという話がやっぱりちらほら上がっておりますので、ここをね、ちょっといい方向に解決するというところを見越して、まあ長期保有目的で、守っておくのもいいんじゃないかなというふうに思いますので、資金に余力がある方はね、そっちで考えておいてもいいんじゃないでしょうかということで、よろしくお願いいたします。はい、次行きます。次はですね、5万7000ドル以上でビットコインがね、頑張ってくれれば、まだまだ全然、買いをね、入れてくれる余力は全然あるでしょうということでね、期待をしていきましょう。で、次です。はい、こちら行きます、行っちゃいます。はい、次はこちらコティを見ていきましょう。コティなんでございますけれども、ただいまの価格が、0.4343 ドル付近をね推移しているような状況になっております。 OK でございますか。で、この通貨に関してはやっぱりね、エーダコインの盛り上がりと相関性が出てくるんじゃないかなと、今後ですよ、今後思いますので、やっぱりそういったところも含めましてね、強い、通貨エーダコイン、まあメジャーアルトですよね、メジャーアルトとひっついているコティでございますから、ここももうね今となっては長期保有目的の通貨としては認識できるんじゃないかなと思います。ですからこのコティに関してもね、まあ現物の長期保有目的での買いはまあ推奨でございます。で、直近で言うならば、下落チャンネルをね上にブレイクしてきてグッと上がってきました。はい、力強く上がってきましたし、いいですか、マックディ戦もゴールデンクロスを起こしかけてますから、グッとここからね上がってくれれば、ちょっと相場感がね変わってきて、強気相場がね、まあ再開をしますよというねゴングが鳴る可能性がありますので、そこに対する期待感をね持っていきましょう。で、高値を結んだラインね、下落チャンネルを上にブレイクした直後に握った方であればいいんですけれども、今となってはちょっとこのやっぱり青いラインとこのね4時間足レベルの長期の移動平均線がやっぱり邪魔になりますので、この2つのラインがもうかなり接近していますでしょ。ですからこの2つのラインを突破した後にねロングインをするのがこれ推奨でしょ。短期並びに FX 勢はいいですか、ドルベースでいくともう 0.5 ドルをつけてから、すかさずね短期 FX でロングインをしていけば、枚数ちょっと多めにねレバレッジをかけてしていけば、上をグッと狙っていける、利益がね取れていけるような流れになっていくでしょうということで、期待をしていきたいところでございます。はい、うまくいけば史上最高値が、ごめんなさい戻りますよ、史上最高値が0.7 ドル付近でございますので、このラインぐらいまでめがけてねグッと上がってくる可能性もありますので、グッと上がってくるね様子になるかなー。今ごめんなさいね、日足の雲を見るとこのね、強気雲の形がちょうどやっぱり 0.48 ドルで待ち構えてますから、やっぱりこのラインは硬いでしょう。ですからこのラインを超えていってからロングインはやっぱり推奨で、決着場所、利確ポイントは一旦 0.56 から 0.58 ドルぐらいで、利確ポイントを決めていただければ、ある程度いい利益が取れていけるんじゃないかなというふうに思いますので、0.58 とかですかね。このラインを分割利確ポイントとね、設定しておきましょう。で、抜けていけば、史上最高値の 0.7 ドル付近を目指して上がってくるでしょうから、ここには期待を持っていきたい。ですから、二分割利確をね、していくのがいいんじゃないかなというふうに思いますので、ここはね、よろしくお願いします。ロングインは、ここいいですか？必ず青いラインを超えていってから短期並びに FX ではね、してください。よろしくお願いいたします。はい、まあ、していった方がいいですよということで、意識をね、しておきましょう。よろしくお願いいたします。まあ私ならそうしますよということでね、一応お伝えさせていただきます。はい、次行きましょう。次は、今日の最後ですね、サンドを見ていきましょう。はい、サンドなんでございますけれども、ただいまの価格が 6.8 ドル付近をね推移しているような形になっております。で、この通貨に関してはいいですかごめんなさいね、ここですよね、やっぱり、これ昨日も言いましたかね、フィボナッチ、ごめんなさい、あちら、あれ、エリオット波動ね。エリオット波動の 1,2,3,4,5 波目終了ですよね。おそらくこれは。1,2、あ、でも、3波目が一番短くないんで、ちょっと、まあ、怪しいっちゃ怪しいですね。まあ、エリオット波動的に行くと、基本的には3波目は一番短くないんですよ。ですから、1波目、2波目、3波目、4波目、5波目で一番ちょっと短いので、まあ、ちょっとエリオット波動はちょっと微妙ですけれども、まあ、一応そういった波形はね、意識できるところにはあるのかなというふうな形はしておりますけども、そういった意味で言うと、ABC 調整が今行われている可能性もありますのでね、そこはちょっと意識をしておきたいところ、エリオット波動もありますよと。で、
この調整が終わったらグッと上がってきて、うん、まあいい様相でね、金額が、うん、まあついてくるような形になるんじゃないかなというふうに思いますけども、そうなったら一応目標値は10ドル付近です。10ドル付近。はい。この上昇波、次の上昇波での目標価格は10ドル付近ですね。で、ちょっとごめんなさい、消しましょう。じゃあ、どうなったら、いい波がね、まあ、つまり、強気のね、上げがあるのかと言いますと、やっぱりこれね、見ていただいたらちょっとうっすらわかると思うんですけども、こういった形で、うん、三角持ち合いがね、作られているような状況になっておりますから、OK でございますか？こういった形。うん、ですから、このね、三角持ち合いを上にブレイクしてきたら、さっきも言いましたように10ドルというところをね、目指していくような流れになるでしょうから、ここは期待感を込めていきたいところ。で、今ちょうど、強気雲の上に存在をしていてからの、4時間足レベルで強気雲の上に存在をしていて、その強気雲の上端地に今ね、ちょうど値位置を構えているような状況になってますから、まあ、三角持ち合いをね、意識されているんでございましょうけれども、強気雲を割らせたくないマンもいると思いますので、この値位置でのちょっと打診ぐらいのね、エントリーはありなんじゃないかなという感じ、うん、がしておりますから、ここはちょっとね、意識をしておいてください。ただ、まあ、あまりね、この三角持ち合いの文字文字が嫌よという方は、この高値を結んだラインを突破してきてから、うん、ドルベースでいくと、7.9 ドルぐらいを超えていってからロングインをしていただければ、三角持ち合い上ブレイク成立で、ガチンとね、10ドルぐらいの上げは想定できますので、ここは意識をね、しておきましょうということで、よろしくお願いいたします。はーい、それではね、もし下割れを起こしてしまったら、ここですよ、上昇チャンネルの上限値、うん、つまり、上端値、5.9 ドルぐらいまでの下落は想定しておきましょう。うん、このレベルは、やっぱり強気雲の下端値も待ち構えてますから、結構固めに、うん、意識はされていくんじゃないかなということで、下割れを起こしたらそういった形になりますので、ね、よろしくお願いいたします。まあ、反発狙いでの、このラインでの購入はありかなという感じ、それもしますよね。そうなると、今ね、三角持ち合いが意識されてるんですけど、このラインでちゃんとサポートされれば、逆にディセンディングトライアングルが形成されていくような流れになりますので、ディセンディングトライアングルの底、まあ、そこでいいんですかね、水平ラインとして意識される場所になるかなというふうに思いますので、反発狙いの購入はね、この 5.8 ドル付近はありでございますので、ここも合わせて押さえておいてください。ごめんなさいね。はい、それでは、本日の第一部の配信は以上となります。そして行きましょう行きましょう。チャンネル登録者様がなんといきますよ。10,211名の方に登録をしていただいております。ありがとうございます。皆様本当にありがとうございます。皆様の高評価であるとか、あとはバットボタンでも全然構いません。あとはね、コメント等ね、やっぱりお待ちしておりますので、返してはないんですけど、きちんと読んでおりますので、本当に、ね、皆様ありがとうございます。はい。そしてツイッターの方ね、宝くじマン TV、今日はかなりいいね、日でございますので、ぜひともね、一緒に参加していただければと思いますので、こちらもね、合わせてよろしくお願いいたします。はい。それではね、本日の第1部の配信は以上となります。第2部の配信は今日の夜のまた11時から12時ぐらいにね、滞りなくきちんと配信をしていきますので、ぜひともぜひともよろしくお願いいたします。それでは第2部でお会いしましょう。じゃあ